ペタワワはカナダのオンタリオ州東部オタワとアルゴンキン州立公園の中間に位置するオタワ川に面しておりデンフルー軍最大の都市先住民であるアルゴン金属が最も早くペタワワ周辺に入植しておりペタワワの地名もアルゴン金属の言葉に由来する1613年サミュエル・ド・サンプランダをはじめとしたヨーロッパ人探検家が貿易ルート開拓のために この地域を訪れている。このルートは林業と毛皮貿易に使われた。19世紀にはスコットランドやアイルランド、ドイツからの移民が移り住むようになる。この土地は穀物栽培には向いていない代わりに豊富な森林資源に囲まれており林業に適していた。1905年にカナダ政府は公式にカナダ軍の中屯地を開設した。現在は CFB ペタワーはとして知られ、国内でも規模の大きい軍事基地の一つ。1934年にカナダ国内でもいち早くペプシコーラのフランチャイズ店ができた。1865年にタウンシップに、1961年に村が組織され、1997年7月1日にタウンシップと村を合併し、調整として現在のペタワーとなった。 アウトドアが盛んな場所であり、魚釣り、ハイキング、カヌー、カヤックなどが人気。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツホーペタワは、2008年5月17日閲覧。ありがとうございます。